ダンスイベントの審査員、ダンスゲームプロデュース、コレオグラファー、インストラクターの育成、タレント育成、そしてテレビ番組プロデュースと出演。近年のターボーはますます精力的にその活動の場を広げています。そしてプロデュースするイベントも年々数を増しつつあります。12年間続くイベント春やネクストゲートに加え、8月には新たなダンス総合イベントも開催されます。もちろん現役ダンサーとしての活動も継続中。生涯一ヒップホップダンサー、それがターボーです。という感じで、まあざっとね、ターボヒストリーを見てもらったんですけども、まあ、あの初心に帰るという意味で、そのストリートダンサーの地位向上と活動支援をしていくっていう目的を見失わずに、まあ、こうやって12年間やってこれたことは自分の中でもすごい幸せやし、もちろん多くの方に支えてもらった分、これから多くの方を支えてあげられるような自分になりたいなと思って、そういう意味でダンス絶対続けていこうとは思ってます。まあいろいろね、映像を見てもらったけど、見てもらってどうでしたか？太り出した時期、はい、っていうのがすごい面白かったです。なるほど。今2020年の VTR は多分また元に戻ってるつもりって、はい、楽しみです、はい、期待してください。はい、若菜はずっとターボーさんがずっとしんどい中ダンスを続けてくれているおかげで、なんか私たちもダンスを、なんか大好きなダンスをできることができてるので、うん、ほんまに感謝 してます。幸せです。いや、そう言ってもらえると本当に続けてきた意義もあるので、あの多くの方にね、そう言ってもらえるようにこれからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、